どうも影です今日はですね他人は気にしていないということについてお話しさせていただきたいと思います。えー、他人はね自分のことをまあほぼ気にしていないというふうに思っていただいたらいいんじゃないかなというふうに思います。も全然その 自分のことは気にするけども他人のことなんかはねほとんど気にしてないですよねっていうことがほんまやと思います。でなんかその例えば他人が自分に対してこう悪口を言ったりとかね、えー、悪口がい言ってるような気,気になったりとかすることもあるかもしれないんですけどももしその相手がですね、えー、自分の悪口をパッとこう言ったとしてもですねその言葉っていうのはすごい軽い気持ちでね言ってるんですよね。 ほとんんんどななかこう深いい気持持ちをっって言って言るわけじゃないんですよね軽い気持ちで悪口を言ってるという感じなんでねそれをね、えー、気にしてですねへこんだりとかね、えー、その気持ちが落ち込んだりするっていうのはねほんとバカバカしいなというふうに思いませんかねそのほんですごいだからその薄い気持ちでねあの言ってるだけなんでね でそういう悪口っていうのはその気にする必要はないと。でこちらのことを思ってですね何かこう注意をしてくれる場合っていうことも、えー、あると思うんですけどそういう場合はね、えー、真摯に受け止めるというか、えー、的外れなことを言ってるなと思ったら一応そのそういう意見もあるんやなと受け止めながらもう流してしまう。 っていう形ですね。で、えー、これはしっかり受け止めた方がいいなっていう注意に関しては、えー、受け止めてそこからこう自分のそのこと自分のやることにし対してですね、えー、そのどういうんですか生、えー、かしていくという形ですね。であとね、えー、他人の表情とかありますよね表情を気にしたりとかねあなんか 表情が嫌な印象を受けたとしてもです、ね、その表情を見るっていうのはねもう全くもってほとんど意味がないというか相手は何の感情も持ってないくてその顔をしてるっていうかそういうふうに見えるだけなんですよねこっちの感情が、えー、映し出されて相手の感情を見てしまってるだけでですねほとんどその相手っていうのはこっちに感情を寄せてないということがほとんどやと思うんですね。だからその 気にすること自体がもうその全く意味のないというか存在してないことを気にしてるみたいな感じになっちゃうんですね。うん、だからもうそういう何かを気にして他人っていうのはもうほとんどね自分に興味がないというふうにこう思った方がいいと思いますね。そそああのの家族とととかねねううういうところで言うとねあのそ 感情,感情というかそのいろいろ持ってますよことはあると思うんですけども本当その他人というのはねもうほとんどほとんどほぼねあのー、気にしてないというかもう意識もしてないというふうに思います。だからね自分のコントロールできることというか自分のね、えー、その何て言うかコントロールできる範囲そこを頑張っていくと。 いうこととかそ,そこに意識を向けるとかねそういうことをした方がいいんですよねその他人に意識を向けるっていうのはほんまバカバカしいなというふうに僕は思いますねだからあのー、もう自分の道を進んだらいいというふうなことですねというふうに、えー、思いますでまあまあそうですねそういうことになりますということで今日は、えー、他人は気にしていないということについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃーでいきましょう どうもありがとうございます。